シュラマル。マミさん、大輝くんもうすぐ誕生日なんですね。そうね、なんか誕生日嬉しいみたいで、みんなに言うふらしてるみたいで。そうそう、達也も大輝くんが学校でもみんなに言ってるって言ってたよ。パパとママにロボットを買ってもらう約束してるって聞いたって言ってたよ。あら、プレゼントまでみんなに言ってたんだ。プレゼント豪華すぎて、聞いた時びっくりして家族で盛り上がったよ。まさか小学生で高級人型ロボットをプレゼントするなんて、すごすぎてびっくり。大輝、幼稚園の頃からずっと欲しいって言っていて、 YouTuber 大好きだからよく見ててね。その YouTuber が持ってたのよね。だからもうロボットのことを研究済みで、どう使うのか分かってるみたいよ。兄弟みたいに仕上げるって言ってたわね。へえ、今ってすごいな。小学生でロボットか。研究済みなのも尊敬しちゃう。まあずっと欲しくて我慢してたし、勉強頑張ったら買ってあげるって約束もあったのよね。テストもほぼ満点だし、いいかなと思って。なるほどね、大輝くんの頑張りもあったんだ。すごいすごい、これは誕生日本当に楽しみだね。私の名前はマミ、小学生の息子大輝の母親です。息子の誕生日がもうすぐで、今回は本当に大輝が頑張ったのもあって、大きなプレゼントを夫婦であげることにしました。決してうちがお金持ちとかではなくて、本当に息子のために結構金銭的にも奮発頑張りました。家族みんなでプレゼントが配送される当日が楽しみで、大輝も興奮気味で、学校でも友達に自慢していたみたいです。 LINE が来たママ友さなえさんは、幼稚園時代からのママ友、日頃は問題なく付き合えるママ友なのですが、昔やんちゃしていた時代があったそうで、時々本性が出る時があるのが厄介で、ちょっと口が悪くなったり態度に出たり、昔は手癖も悪かったって噂で聞いています。その辺は少し注意して付き合っているつもりなのですが。マミさん、今日大輝くんの誕生日じゃない？おめでとう。ありがとう。あっという間に誕生日になっちゃったわね。やっとロボットが到着する日じゃん。今日何時に配達予定なの？ロボットだからもちろん配送しかないよね。業者さんも大変だ。まあそれも仕事だけどね。夕方4時に配達予定なの。だから私はそれまでに買い物して、食べ物の準備して、ケーキも予約を取りに行かなきゃいけなくて、結構一日大変なのよね。あら、4時なんだ。でも結構時間あるんじゃない？用意するにはちょうど良さそうだけど。そうね、朝から動くからなんとか間に合うかな。大輝のためにもいろいろ腕を振るわなきゃね。楽しみにしてるし。あ、でも一番のお楽しみはやっぱりロボットだから、私が作った料理は脇役になるかもしれないね。子供ってそんな感じだよね。プレゼントでお腹いっぱいになる感じ、わかるわかる。今日は大輝くん眠れないかもしれないね。なぜか誕生日当日、さなえさんから LINE が来て、おめでとうの LINE なら嬉しいのですが、ロボットの配達時間を聞いてきたので、なんとなく気になりました。まあ細かいことを気にしている時間もないので、スルー、適当な会話を繰り広げておきました。でもさなえさんが昔やんちゃしていたこと、手癖が悪いと噂されていることなどから、やっぱり気になる。だからって今日何かできるわけもないよね、と自問自答しながら買い物へ出かけてケーキを取りに行きました。私にはそんな悪いイメージないし、何かされたこともないし、大丈夫でしょうという安心感もどこかにありましたね。さなえさんとは幼稚園からのママ友だし、人間そんなパーフェクトな人なんていないんだから、昔は昔、今は今でしょ、と考えていたのですが、4時になっても配送業者が来ないのです。配送業者に電話をしてみたのですが、事件が起きました。さなえさん、どういうこと？え？何の話？いきなり LINE 来てどういうこととか言われても意味不明ですよ、マミさん。ロボットが届かないから配送業者に電話したのよ。そしたら玄関前でちゃんとお渡ししましたって言われてね。え？じゃあいいじゃない、渡してもらったんでしょ。その報告はいらない。ロボット自慢ですか？いやいや、私は受け取っていないのよ。はあ？それこそどういうことかわからないけど、
マミさん大丈夫？サナエさん、サナエさん、配送業者の方が言ってたんだけど、帰宅されたばかりの白い車に乗ったご家族の方が車から降りてこられて、その方が私受け取りますよと言ってくれたので渡したって言ってて、サインも書いてくれていて、うちの名前が書かれてるって。その後誕生日プレゼントで隠しておきたいから車まで運んでって言ったらしくて、配送業者は車まで荷物運んだって言ってて。ほう。その車に乗っていた人の特徴を聞いたら、金髪にパーマでショートパンツにヒールのサンダル、車には有名ブランドのサングラスがあったって。サナエさん、何をやってくれてるの？そこまで聞いたんだ。それじゃ仕方ないね。そうよ、私が配送業者、待ち伏せしてロボット受け取ったの。だってさ、うちの達也にロボット見せてあげたいし、そんだけ大輝くん自慢してたら欲しくなって当然でしょ。マミさんもマミさんだよ。大輝くんに自慢するんじゃないよとか言っておけばよかったのに。学校で自慢しちゃうのは良くないよ。はあ、子供が悪いってこと？普通子供の会話ではプレゼントもらうとかどこ行ったとか自慢するの普通のことでしょ。それより配送業者を騙して人の家の荷物受け取るのって悪質すぎませんか？警察に出しますよ。ロボット返してください。ここまでしたから楽しませてもらうしかないでしょ。返しません。サナエさんにやられました。配送業者を待ち伏せしてロボットを奪うなんて。でも実は私分かってました。嫌な予感が的中です。学校で大輝が自慢していた時にサナエさんから LINE が来た時点で、なんとなくロボットがサナエさんの手元に一度渡るような気がしていたのです。なのでロボットに前もってサナエさんへの細工をしておいたのです。これはロボットに電源を入れるのが楽しみで仕方ない展開になってきました。我が家はこれから美味しいバースデーディナーとケーキで誕生日をお祝いしようと思います。ロボットは警察でも何でもどうにでもなるので、誕生会を開催しよう、楽しもうって感じです。マミさん、このロボット何？え、どうかしたの？高級人型ロボット、どうですか？最高でしょ？いや、最高ってありえないんだけど、このおしゃべりロボット何？何なの？私の秘密なんでこんなに知ってるわけ？ずっと私の知られたくないこと話してるんだけど、旦那もいるしめっちゃ気まずいんだけど、電源落ちないし。マジで？ちなみにどんなこと話してるんだろうか。秘密なんてロボットが知ってるんだろうね。私が元ヤンで男好き、浮気症、手癖が悪くて万引きが得意、達也が学ぶの子供ではない可能性があるとか、家庭崩壊の話ベラベラ話してる。あはは、ウケるんだけど。ウケてる場合じゃない。マジで旦那怒り通り越してしらけてるんだけど、なんでこのロボットこんなに私のこと知ってんのか不思議でたまらないんだけど、なんでなんでなんで、こんなロボットを大輝くんにプレゼントする予定だったの？これは親としてやばいよ。子供の教育に良くないってば。サナエさん、違うのよ。よく聞いてね。私ね、大輝が学校でロボットをプレゼントにもらうって自慢した時、サナエさんから LINE もらったでしょ？その時になんだかピンときたのよね。んで、ロボットは実は私がその時から育ててて、誕生日当日に配達になるように再度頼んでいたのよ。ロボットにサナエさんの今まで聞いた噂の情報をすべてインプットさせたのよね。そして電源を入れたら上手に話すように設定しておいたの。ひどいんだけど。いやいや、ひどいのはロボットを盗む計画をして誕生日当日に盗んだサナエさんが一番ひどいわよ。マジでやられた。そしてこのロボットが本当に賢いんだなって身に染みてわかった。ほんと、今の技術の進化って素晴らしいわよね。私もロボット育てて飲み込み早くてびっくりしたもの。って感心してる場合じゃなくて、マミさん助けて。今うちは誕生日パーティーしてるから何もしてあげられないわね。いや、面白いことになりました。先回りして大成功でした。ロボット育てるのは大変だったんですけど、簡単にロボットは情報を吸収してくれるんです。サナエさんは男癖が悪い。
とか言ってると思うと面白くて面白くて勝手に想像しちゃって笑ってます。だけどこれじゃやりすぎかなと思ったので、きちんとロボットがハッピーにしてくれるように最後は仕掛けていました。盗まれる前提でロボットに仕込んだけど、なんだかやってる途中にかわいそうになっちゃって、私優しすぎかなとも思ったんですけどね。多分サナエさんからまた連絡来るんだろうな。マミさん、マミさん、ロボットが性格変わったんだけど、私が悲しんでるって分かったのかな。なわけないでしょ、悲しんでるとかわからないよ。なんかね、サナエさんは元ヤンで男好きだったけどね、全部過去だからねとか言い始めて、マダブさんと出会ってからは一途で、タクヤ君もマダブさんの子供、見た目とか過去で噂されちゃっただけで、今は家族大好きなサナエさんなんだよってロボットが語り始めた。マミさん、どういうこと。なんかロボット最初と口調まで違うんだけど、なんか優しくなっちゃったみたい。私壊したわけじゃないよね。壊したわけじゃないよ、それも私が設定したのよ。ロボットのせいで離婚とかになったらかわいそうかなと思ってね。優しすぎかなとも思ったんだけどね、ロボットを盗まれるって分かってて最後に優しい感じは違うかなとも思ったけどね。マジで助かった。ロボット電源切れないし、最後まで悪い情報ばっかりだったらこれ離婚だった。これからも家族仲良く円満で暮らしましょうね。だってとりあえずよかったね。マジでありがとう。そしてロボット盗んでごめんなさい。今ロボットをそのままお返しに行く。あれ、ロボット欲しかったんじゃないの。達也くんに遊ばせてあげたかったんじゃないの。いやもう勘弁してください。もうこんな思いはしたくないです。それにロボット初期化とかわかんないし、また変な発言されたら怖いし、即お返しします。ごめんなさい。はい、わかりましたよ。でもよかったね、私が最後にハッピーになるように仕込んでおいたんだから。いつまでも家族仲良くね。もう悪さしないでね。うん、もう何か盗んだり絶対しません。ごめんなさい。そして夫婦の仲を取り戻してくれてありがとう。翌日早朝にサナエさんはロボットを返しに来ました。何度も何度もごめんなさいと言ってて、悪いことをしたのは相当反省した様子でした。あとありがとうって涙しながら言われて、そんなにって思ったんですけど、実はサナエさんの家、元から夫婦の危機が迫っていたようでした。そこにロボットが爆弾発言を繰り返したもんだから、旦那さんの脳内はマックス噴火。本当にあのままだと離婚しそうな雰囲気だったみたいですね。でもハッピーになる言葉を仕込んでいたので、それを聞いて以前よりも家庭の雰囲気は良くなったみたいで、夫婦の会話も昨日の夜から増えたそうですよ。なんだか盗まれて嫌なことをされ、仕返しとか考えるのも正直嫌な気持ちで、でも危機が迫った夫婦を救えたと思うと良かった気がします。誕生日プレゼントは翌日になっちゃったけど、ロボットは初期化して大輝が思い通りに育てています。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。